長母寺は愛知県名古屋市東区にある臨済州東福寺派の寺院。三号は霊さ山。本尊は阿弥陀如来。自称三年にこの地の領主であった山田茂忠の会期により創建された。当初は天台宗に属しており亀正山もモーデラと合した。校長三年に無十一円が入寺して以降全州寺院となり、三号、寺後が 現在のものに改められ、一時松時九十三家事を数えるほど流盛した。また、無盾はこの寺で、社石集のほか、ただし当たる年中一万歳落を表し、これが終わり万歳の起源となったとされる。中世には、代々武家の刑を得て、北条氏、足利氏、小田氏などから寺領を寄進され、文六年間の大閤検知によって寺領が没収され一時、 衰退した時期もある。変な2年に、終わり藩二代目、藩主、徳川光友の命により、前僧、設計、めぐみ安氏が再興している。郷土戸場により、名和の洪水前は、法政寺と長母寺が、八田川の北岸に存在していることがわかる名和4年7月、かつて、八田川橋から、姿あたりは一面大きな池となっていた。当初、八田川は、 長母寺の南を流れていたため、長母寺と、法政寺とは地続きであった。大雨による八田川決壊に伴い、八田川が長母寺と法政寺の間を押し破り、流路が変わったことで、森山から切り離された。終わり名所図へより、明和の洪水後は、八田川が決壊したことで、八田川の南岸に組み込まれたことがわかるなお、長母寺付近を流れる八田川は、 1868年、1896年、1903年、1911年、1925年と、明治以降になっても、たびたび洪水を起こしている。明治24年、農美地震により本堂倒壊されたが、その後再建されている。愛知県名古屋市東区屋田3の13の71、ありがとうございます。